大津歴町90秒大学、今回は大津の和菓子をご紹介。大津百丁の和菓子屋は京都御所への御用達商人として名を連ねるほか、武家や寺院などの用達を受けて発達しました。石山寺の供物として制作する針ブックは、大小の干菓子を木型に貼った華やかなものです。令和2年2020年に長年携わってきた藤谷匠は店を閉じましたが、その製法などは加納小寿庵に伝えられ、伝統の和菓子は今も受け継がれています。京町一丁目の隔離堂は明治29年1896年創業の和菓子店。木造2階建て三瓦葺きで、伝承と様式から明治後期の建築と推定されています。正面を飾る庇し看板は書家山本京山紀行による大正期の書です。京町一丁目の餅標は宝暦年間1751年から1764年創業の和菓子店。店舗内には戦前から使用されているタイル張りの作り付けショーケースがあり、正面を飾る庇し看板は明治初期に制作されたものです。